まあ、とにかく今日は暑いです。はい。ということでね、ちょっと小豆バーを、飯村屋の小豆バーをね、食べたいと思います。買ってここまで来る間にちょっと溶けてる可能性もあるぐらい暑いよね。あ、でもさすが飯村屋の小豆バー、カッチカチで有名なあの小豆バーですから、まだまだ溶けてないですね。うん、風で倒れちゃうよ。大丈夫かなこれ、怖いな。夏だぜ。うんうん、小豆バーって独特の噛み応えだよね。小豆バー報告でした。